はい、どうも、ワッフルでーす。本日は、デッキがめちゃくちゃ長持ちする裏技を教えたいと思います。僕が中学生の頃によくやってたんですけど、いろいろ改良して、今は中学生の頃にやってたやつじゃないんですけど、とりあえずデッキがめちゃくちゃ長持ちするんで、それを教えたいと思います。もうこれバズる間違いなし、バズるの間違いなし。それでは早速材料を買いに行きたいと思います。材料は100均に売ってます。なので今から100均に行きたいと思います。はい、中学生の頃はこれをデッキに塗って、その上からティッシュをかぶせて、さらにまたこれを塗ってました。そして本日使うのがこちら、強力接着剤。はい、ミッション終了でございます。はい、帰ってまいりました。そしてこちらの瞬間接着剤、お値段なんと100円、安っ。それでは早速塗っていきたいと思います。今乗ってるデッキ、全然まだ使えるんですけど、結構削れてて、ちょうどいい実験体になるかなっていう。大人になってからもうこの裏技一回もやってないんですけど、改良したとか言ってたけど一回もやってないです。初試し。これ自体は使ったことあるんですけど、テールに塗ったことないって感じですね。でもこれがどういうものか分かってるんで、間違いなく長持ちします。これで多分20回分ぐらいあると思います。もっとあるかな。コスパ良すぎ。じゃあちょっと混ぜたいと思います。 A と B は同じ量入れて出してください。で、ちゃんと混ぜてください。ここでちゃんと混ぜないと本当に綺麗に固まってくれません。多分毎回綺麗に混ぜてるんでちょっと分かんないんですけど、瞬間接着剤だとすぐ割れるからティッシュでやってたんですけど、ティッシュでやっててもちょっと割れやすかった。はい、じゃあ塗っていきたいと思います。もうめちゃくちゃ簡単です。本当にただ塗るだけで、チップしてるとことかも塗っちゃえば頑丈になるんで。で、しかもこれ10分で固まります。ほんでちょっと固まったらテールをもう一回塗ります。固まってます。固まってきてます。うわ、やば。あれミスった。うわ、いつもはこんなんじゃないんですけどね、使う分量しか出さないから。今塗ったところが固まるのを待ってる間にこっち側も塗ろうと思います。で、今まだ10分経ってないんですけど、もう固まってます。まだちょっと柔らかいけど固まるのが早い。あと、もう塗るときはこれ塗る分だけ、ここを塗りたいとき、この分だけを出して、で、ここを塗るときにまたその分出してってやった方がいいです。はい、ノーズも塗り終えました。はい、テールとノーズ2度塗り終了しました。じゃあ固まるのを待って、固まったら滑りに行こうと思います。ちょっと結構雑にやったんですけど、綺麗にやりたい場合は薄めに何回か塗った方がいいです。塗って10分で一応固まりはするんですけど、でも押したらちょっと爪の跡がつく感じなんで、30分ぐらい待った方がいいかなと思います。じゃあ30分後に滑りに行こうと思います。接着剤の上歩いてからめちゃくちゃ手フキフキしてます。はい、固まりました。テカテカしてますね。テカテカしてますね。もう爪で思いっきり押しても跡はつきません。もうカチカチ。ちょっと一回弾いてみます。はい、最近よく滑ってるスポットに来ました。ここ育てようかなと思います。はい、じゃあ今日はマニュアルの練習したいと思います。めちゃ削れたんですけど、今の1回で。でも全然まだ表面だけ綺麗に整
多分ずっとテールをこすりつけてたらすぐダメになっちゃうけど、まあまあまあ普通に滑る分だと大丈夫かもしれません。まあ普通に滑ってみます。今こんな感じです。まだデッキ本体には行ってません。削れたら白い跡がつきます。でもまだ今のところこのデッキまでは行ってません。毎日塗ってたらめっちゃ長持ちすると思います。多分一日中滑ったらダメかもしれないんですけど、路面がいいとこだと多分ずっと一日中持ちそうな気がします。ティッシュは一気に全部剥がれたりとかそういうのがありました。これはあんまり割れないし、一気に剥がれるっていうこともなさそうなんで意外といいかもしれません。あ、今月お金なくてデッキ買えねえとかそういう時は早めに塗っとけば意外と長持ちします。18分滑ったんですけど、まだテールにはデッキ本体には届いてません。休憩、21分、はい、10秒休憩しました。45分ぐらいです。1時間経ってません。スイッチ取れあと10回やっております。終了。じゃあちょっとお家に帰ってデッキの様子を見てみましょう。はい、お家に帰ってきてお裏も入りました。それでは参りましょう、結果発表。はい、じゃあちょっと見てみましょうか。まあまあちょっと剥がれてるところ割れてるところはあるんですけど、デッキ自体はもうほぼ削れてません。ここはノーズです。削れてないですね、デッキは。ここの方は塗ってないですね。塗られてるところは剥がれてません。まあ一部割れてるところはあるんですけど、ほぼ剥がれてません。ノーズはこんな感じです。一部剥がれてるところはあるんですけど、もう全然でこのデッキ自体には削れてません。はい、それでは気になるテールの方を見ていきましょう。あっと、削れておりません。デッキ自体は削れておりません。これは本当に長持ちしそうですね。割れてるところはあるんですけど、デッキ自体は削れてないです。毎日塗れば全然長持ちすると思います。
ここはちょっと取れちゃってるんですけど、塗るときに綺麗に塗れば多分こうやって割れる確率は減ると思います。はい、というわけで1時間ぐらい滑ってもデッキは削れませんでした。お試しあれ。まあお金がないときいいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。